なんだ、この間来た小学校か。みすず、走るな。ゆっくりだ、ゆっくり行け。はい、いつの間にかユキトさんみすずって呼んでくれてる。もっと彼氏らしくしてもいいのだよ。もっと仲良くしてくれてもいいのだよ。近道しよっか。やれやれ、何しでかそうって言うんだ、お嬢さん。4年生の時ここに埋めたの、大切なもの。20歳になったら掘り出そうと決めて。20歳にはまだ程遠いんじゃねえのか。だって人にはいろいろと都合があるでしょ。都合？それにこの学校もいよいよ取り壊し決まったし、目印のイチョウも抜かれちゃうから。多分イチョウじゃなくてお前の都合ってやつ聞かせてくれ。あった。私のお母さん、春子母さんじゃない方のお母さんね。そのお母さんとの思い出をこの中にしまってここに埋めたの。お母さんが死んで春子おばさんに預けられて、しばらく経った頃、私やっと春子母さんになれて、うんと好きになって、ううん、好きにならなきゃダメなんだって子供心に思って、死んだお母さんのことは忘れよう、そう決心して、大人になってもしまだ死んだお母さんに会いたくなるようだったら、その時掘り出そうと。だが大人になる前にまた会いたくなった。そりゃそうだな。俺が見たところ、春子はやっぱお前の本当の母さんってほどにはなりきれてねえもんな。結構努力はしてると思うけどさ。違うの、私のお母さんは春子母さんしかいないってことに気づいたの。だからもうこの思い出はいらないの。みすず、それに私できちゃったんだ、本当に好きな人。ユキトさんのそばにずっといたい。急に苦しみ出したのだ。それに体中が燃えるように熱い。良いのです、龍也様。これは私が金を破って受ける罰。もとよりそれは覚悟の上、命を懸けてあなたに恋して何よりの証。今眠ったところだ。ミスズ、高熱出したってほんま？熱だけじゃない、何度か戻した。おおきに、電話ありがとうな。昼ちょっと過ぎだぜ、俺かけたの。ほんま、おおきに。
だったら帰ってこいよ、すぐ。母親だろ。バカ野郎、やってらんねえよ。起きたんか、美鈴。ごめんね。ごめんって何が。私のこの変な病気、本当にね、変なんだよ。私今まで友達一人もいなかったでしょ。きっとね、このせいなの。私がね、誰かを好きになるでしょ。そしてね、その人のことを思い始めるでしょ。そうするとおかしくなるの。体や頭が痛くなって息苦しくなって、だから友達一人も作らなかった。でもお母さんは別。お母さんは大好きだから、お母さんのことは私いつも思っている。思うと少し体が痛いけど、でもそれはお母さんだもんね。我慢できるよ、美鈴。大好きだもの。我慢することあらへん。嫌いになればええんや。美鈴の体が痛むんやったらその方がええ。うちのことなんか虫けらや思ったらええんや。そしたらええ。実際うちは取るに足らん虫けらやさかい。そうし、美鈴。いや、お母さんたら。美鈴、そうし。いいの、お母さん。いいの、もう。もういいって。私、もう決めたの。え？私、決めたの。痛いのを我慢するより、心を我慢する方が辛いから。美鈴。これから私、好きな人たちのことをいっぱい、